場に下げ、刈り取りを止める、そして、バック、旋回する。旋回が終わって前に進んで、刈り取りを下げる、リードを上げる。すべてをロボット側でコントロール。刈り取りを下げて操作できますが、このあたりの操作も全く違います。それでは、ご注意ください。バックします。ご注意ください。